こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日は、タイガーウッズ。復活優勝を遂げたタイガーウッズ。まあ、訴えられるというようなね、ニュースを見まして。まあ、これね、私が商品探しのサポートの時、あるいは NG 商品の、どういうのが NG かという時にね、リスクが非常に大きいと。 いうような商品を NG 商品にしてるんですけど、まあ日本的な感覚だとね、そこまで販売者責任取るのというようなね、えー、疑問を持たれる人もいるんじゃないかなと思うんで、まあ日本とアメリカ、あるいはね、オーストラリアのまあ違い。で、今回のこのウッズの件はね、えー、アメリカですけど、まあオーストラリアも、あこのまあ飲酒等に関しては、えー、アメリカみたいな考え方をしてると。そして、 他の商品、ね、販売して、まあ、日本だったらね、えー、事故が起こった時に、その、売った人の責任っていうのはね、まあ、商品そのものに欠陥がない限りはあんまりなかったり、あるいは商品そのものに欠陥があってもね、えー、大した責任を負わないで済んじゃうんですけど、まあアメリカ、あるいはオーストラリアはそうはいかない。えー、なぜならその根本的な考えが違うということをね、ちょっとこのウッズの、えー、記事を見ながら解説したいと思います。 これレストランの、えー、従業員が飲酒運転で事故死したと。で、ウッズが訴えられてるわけなんですけど、まあ、ウッズは別にね、このレストランを所有してるだけで、えー、特段、まあ、この事故死には関連してない。普通に考えると関連してない。まあ、ところが、アメリカ的な考え方だと、えー、ウッズの責任だということになるわけです。まあ、ウッズが所有するフロイダ州ジュピターのレストランで働いてた男性が、 職場でアルコールを過剰に提供されたと疑われる中で、飲酒運転により死亡した事故を受けて、男性の両親が同性子を相手取り、訴訟を起こしたと。レストランで働いていた男性が職場でアルコールを過剰に提供された。提供されたって、これ、勝手に飲んでるわけなんですけど、勝手に飲んだのね、知るかよというのが日本的な考え方ですよね。店で飲んでも、別に勝手に注文して、こっちで無理やり飲ましたわけじゃないと。 いう話になるんですけどアメリリカおよびオーストラアアは違いますアルコールを提供する店は飲ませちゃいけないと泥酔するまで飲ませちゃいけないという、ね、決まりがあって、まあ、それを破ると罰金あるいは、ね、ライセンスの取り上げお酒を提供するライセンスを取り上げられたりあるいは今回の図のように、ね、オーナーが資産家だと分かればこのように訴訟を起こされます。 でねえーまあ、昨年12月に亡くなった、えー、このニコラス・イメス・ベイガーベルガーさんの両親はと、ウッズがオーナーを務めるというふうに、ね、出てるんですけど、これ、もう、えー、ウッズがオーナーを務、えー、めてるんだということでね、えー、きっと、まあ、この店、なんか金取れないかということでね、おそらく弁護士から持ちかけたのかなという気がします。 あのアメリカの場合は弁護士も、えー、待ってる、来た客だけ相手にしてあると食えない弁護士がいっぱいいますんでね、訴訟の種を見つけては売り込んでもういくら取れるでしょうと、ねえー、なんならもう着手金なしで、えー、成功不酒で構いませんみたいなね、えー、形でやる、えー、弁護士も結構います。 そうですよね、プログロフ選手権の練習ラウンド初日、数時間後に流れたと、このニュースは。ということでね、ウッズ復活してきたから、なんかウッズ関連のね、えー、ネタないかなと、探して、まあ、きっと売り込んで、えー、じゃやってみるということになったんじゃないかなと思います。でちなみに、この亡くなった、えー、ニコラスさん、ね、ウッズがオーナーを務めるザ・ウッズで、えー、息子がバーテンダーとして働いてた、えー。このニコラスさんはバーテンダーとして働いてたと。 ウッツは個人的に知り合いだったと、ねで。個人的に知り合いだったから、ウッズはこの選手の問題をあの、バーテンダーの問題を見抜いて、ね、お酒を提供する場所で働かせちゃいけなかった。あるいは働かせるならね、えー、十分飲みすぎないように注意をしなきゃいけなかったというのがね、えー、この訴えの、えー、理屈ですけど、まあ、日本的感覚だとね、何言ってんのいい大人なんだしということなんですけど、 アメリカだとそうはいかない。オーストラリアもきっとそうはいかないと。まあ、レストランの支配人でウッツの恋人でもあるエリカ・バーマン。さんに雇われたイメス・ベルガー、さっきのバーテンダーですね。酒を飲むためにシフトが終わった後もレストランに残り、そこで泥沿いするまでアルコールを提供された後、自分の車に乗せられた疑いがある。へ <laughs> い,いえ。 まあ飲め飲めって言って、アルコールを提供してね、車まで乗っけてあげるってことは、普通はやらないですから、どう考えたってね、勝手に乗ってくる飲んで車で帰ったんでしょうから、まあ、そんなの知るかと、日本の感覚だとそんなの知るかってことなんですけど、そもそもね、この、職場で働いた後に酒を飲むといった場合ね、止める人がいない可能性が高いわけですから、そもそも職場で飲ましちゃいけないというのがね、 アメリカのこれ、ルールでしょうね。オーストラリアもそうです。あのもうとにかくねあの、ハードリカーに対する取り締まりはすごい厳しくて、えーまあ、自分で勝手に飲んだんであっても、飲める環境に置いといたというのがね、えー、責任を問われる元になります。そして、帰宅途中に車のコントロールを失って衝突事故で死亡と。 血中アルコール濃度は基準値の3倍以上に達してたという、まあ、大した血中,血中濃度じゃないですけどね、基準値の3倍って、まあ、何にしても、えー、飲んで返したのがいけないとでこの、えー、亡くなったバーテンダーの両親はウッズとハーマンさん、ね、このオーナーですね支配人ですねオーナーであるウッズと支配人のハーマンさんにこのバーテンダーが アルコールの常習で問題を抱えていると知りながら仕事をさせていたと主張と。アルコール問題がある人間をアルコールを扱う仕事に就かせてはいけないと。で、えー、この事故の数日前に一緒に飲酒していたウッズ・タ・ハーマンさんが、このバーテンダーが常習飲酒者家でアルコールの問題を知っていたと、常に飲まなきゃやってらんないということは知っていて当然であるということでね、えー、言われています。 まあこれね、まああの、日本の感覚だと、まあ、有名になると大変だね、いろいろ訴訟を起こされてという感じでしょうけど、まあ、おそらくこれ、まあ、和解というかね、う、えー、ッつに全く責任はないというふうにはならないはずです。というのがね、結局、アルコールの、えー、常習者であった、ねえー。それをアルコール扱う仕事を、えー、に就かせちゃっていた。 さらにね、えー、店で飲ますべきじゃなかったのに、店で飲めるようにしちゃってたというのでね、えー、帰りに死んじゃいましたから、まあ、これはおそらく、えー、まあ、和解で結構な金額を払うのかなという気がします。まあ。 想像力を働かせればね、そのいろんな危険な、えー、商品、扱っても割に合わないから、よっぽど儲かんない限りそれをやめましょうと言ってる商品はね、えー、こんな風な理屈で、えー、普通に考えたらね、それは関係ねえだろうと、注意不足だろうと、使用者のね、あの、購入して使用者の注意不足だろうと、ね、あるいはそういう用途で使われた時の責任まで負えないというようなね、えー、指摘もしますけど、まあ、それもこれも結局ね、えー 人間は弱いんで、あるいはアホなんで、間違えた使い方をするかもしれないと。間違えた使い方をしたら、事故が起こる商品を十分な注意を喚起せずに販売したと。それが悪いということになります。昔で言うとね、猫を電子レンジに入れたとか、ドライブスルーでもらったコーヒーこぼしたとかで、結構な賠償金を捉えた例がありましたけど、それもこれもそういうことですね。 十分な注意を喚起しなきゃいけなかったということがあるんで、まあ、そういう十分な環境できない、何に使われるかわかんない、あるいは、ね、間違えた使い方をされた時に危ないというような商品はね、まあ、割に合わない NG 商品ということで、NG 商品にあげてますんで、まあ、えなんでそこまで気にするんだという場合はね、この日本とオーストラリア、あるいはアメリカは、 販売者の責任が違うと販売者の,責任の違いの前提になっているのは人はルールなんか守らないと何やらかすかわかんないだから何やらかすかわかんない人に対しては、えー、十分な注意をしなきゃいけないというのがねその店のオーナーとか、まあ、メーカーとか販売者に課せられる、まあ、義務、うん、というかね責任であるという考え方がありますのでまあ NG 商品、割に合わない商品として指摘している商品については、もうよっぽどもうね、えー、それは覚悟の上で儲かるんでやりますという場合は以外は場合以外はね、見送っていただいた方が無難だなということがあります。また、ねえー、商品等については、まあ、これ大丈夫でしょうかということでね、えー、相談していただければ、まあおよそ起こりうるリスク等を考えてね、えー、NG かイケてイ OK か、えー、アドバイスしてますんで、お気軽にご質問ください。 以上、Amazon 室サポーター堀秀夫でした。